耳を。はあ、はい。よいしょ。ああ。痛いですか？いえ、耳は特に敏感で。なるほど、わかりました。やはり人体に炎症があります。数日間試合に出るのは避けた方が。にゃ、そうもいかないんです。先生、今週は昇格のかかる大事な対戦もあるし、先生のお力でにゃんとかなりません？わかりました。ではきつめに固定しておきますから、無理のないように。よかった、ありがとうございます。こちらへどうぞ。お待たせしました。あ、サーフェ、氷使ったの？解熱用のやつだよね、これ。少しだけです。ハーブの薬効と氷の冷たさできっとすっきりされますよ。召し上がれ。で、何飲んでるの、サーフェ？お酒臭い。それまさか顆粒酒？ええ、健康診断のお礼にっていただいたんです。明日ちょっと行きたいところがあるんだ。なんならそのまま闘技場に行ってキサリアさんに会いたい。サーフェンティット、付き合ってくれる？他の女のところに行くのに私を伴うなんて何を考えているのですか？そういう話じゃないよ。行かせません。先生がまたあの女に見合いを申し込まれたら大変ですから。出ません。あくまで治療に行くだけだから。いいよ、行きません。あのね、サーフェ。はい、先生。人手が欲しいんだ。明日午後の診察の後出かけたい。手伝ってくれるね？もちろんです。どこまでもお供します。さあ、始めましょうか、キサリアさん。嫌ですわ、痛いのは嫌です、怖いですわ。あなたたち、お話しなさい。嫌ですわ。お嬢様、子供みたいなことをおっしゃらず。後ろの蹄が伸びすぎてしまう。あのお医者様、敏感なところですので優しく優しくしてくださいね。大丈夫です、安心して。いけませんわ、そんな。親方、蹄鉄を。おう。そんなの絶対熱いですわ。静かになさってください。嫌です。お医者様、お医者様。先生、まさかお見合いの話本気で進めようとしてませんよね？してない、してないよ。勝てましたわ。